りました。元気いっぱいです。いい感じですね。適正な馬体重ですね。いい感じですね。クエストを達成しました。期待できそうですね。適正な馬体重ですね。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。3番人気ですか。ただいまより投票受付を開始します。
大井の暮れの風物詩東京大商店、まもなくスタートです。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、12番ワイルドブラスターが先頭に立ちました。内から1頭キャニオンロガン、7番サプライズパワー。さあ気合はどうなんだ。カタノペリー、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。3番京都シティ、まもなく第1コーナーコンサートボーイ。外から1頭メイセイオペラ、グルメフロンティアがそのうちにいます。そしてその後ろからセントリック、内を通りまして2番 MI ブラン、10番南のジャック、ほとんど馬体が合っています。この辺りちょっと離れている9番アブクマポーロ。流れるようにレースが展開されています。7番サプライズパワーがレースを引っ張るようになりました。そして2番手に5番キャニオンロガン、ここにいたカタノペリー。大舞台の重圧を跳ね抜ける力がこの馬にはあります。その外にワイルドブラスター、内を通って8番コンサートボーイ、京都シティがその後ろ、その外メイセイオペラ、それからもう1頭1番グルメフロンティア、4番セントリック、外を通りまして南のジャック。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。先頭サプライズパワー、足が止まった。さあ先頭はサプライズパワーが2馬身リード、ムチが飛んだ。的場とコンサートボーイ、先頭はコンサートボーイ、アブクマポーロ抜群の手応え。先頭は8番コンサートボーイ、外から1頭アブクマポーロ、アブクマポーロが襲いかかる。1着8番コンサートボーイ、1番人気のアブクマポーロが2着。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。今週はレースがあります。いい感じですね。まずまずでしょうか。何かご用でしょうか。ライバルも手強そうですね。ただいまより投票受付を開始します。
寒々とした東京競馬場、ダートをかける豪客はこの寒さをも吹き飛ばします。フェブラリーステークス 1600m、 まずまずのスタートを切りました。先行争いであります。花を切ったのはビッグサンデー、内から1頭大隅ジェット、競泳マーチ、その外に大気シャーロック、そして5番手に8番カタノペリー、バトルライン、その外からは11番名勝元成、一番人気の4番ワシントンカラー柴田騎手、どのあたりで動くんでしょうか。そのうちに2番待ちかね笑う角、まもなく第3コーナー、名声オペラがその後ろ、6番 MI ブラン、一番後ろに1番シャドウクリークであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭は競泳マーチ、機嫌よく行っているのかどうか。もう1頭10番ビッグサンデー、5番大隅ジェット、その後ろでやりましょうか、大気シャーロック。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった、カタノペリーは5番手といったあたり。さあ先頭は競泳マーチが半馬身リード、カタノペリーが襲いかかる。このまま粘れるか、競泳マーチ。大外から名声オペラが差を詰めてきている。競泳マーチ先頭、先頭秋山と競泳マーチ、捉えた、かわした、カタノペリー、カタノペリー1着。フェブラリーステークス勝ったのは8番カタノペリーだ。レースを終えた馬が戻ってきました。